ハウル・ザ・フィールドさんに到着いたしました。入り口が分からなかった。撮っても大丈夫ですか？ミラーレス一眼っていう軽い、はい、一眼レフです。すごいですね。そのカメラでお互い撮り合ってるかっこいいとか。よろしくお願いします。もうどうぞ、もしやったら今リハーサルぐらいのところに。はい、分離してますね。すごい。ハウル・ザ・フィールドさんで自分の曲を聴いております。なんか不思議な感じです。すごい音響がいいんです。めちゃめちゃいい店だった。また来ます。いや、あんま撮影できしてなかったんですけど、すごい話が長くなってしまいまして面白かった。やばい、遅刻する。遅刻っていうかもう遅れてる。どうしよう、急ぎます。よっ。テレパシー。スローバックさん到着です。今日はね、うん、またでーす、はい、またレイヤーでーす、連日でーす。アップしましたよ、YouTube に。小島さん、ちらっと出てる。ありがとう。でも俺、日本ネット全世界の人見て、ネット見ない人なの。すいません。すいません。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、こちらの会話の流れです。これから、森田岳さんの演奏を見たいと思います。いい人がいいですよ。楽しかったです。ロマンカフェ流しを撮っていただきました。めっちゃ楽しみですね。はい、みんなこっち、こっち向いて。ありがとうございます。最高、後ろもありがとうございます。めっちゃ見送られてます。ありがとうございます。やばい、めっちゃ楽しかった。楽しかった。よし。
まだまだいけるぜ、頑張ろうよ。スタジオドムに来ました。ちょっと顔出して帰りたいと思います。帰れるかな。かなりカオスですね。いなかったっす。いや、じゃあ昨年お世話になったビアエンジンで一杯飲んで帰りますか。よいしょ。今回も投げ銭をめっちゃ入れていただきました。すごい自信につながりますよ、歌ってお金をもらえるなんていうのが。頑張ろうと思いました。いいじゃないってみんな言いそう。いや俺もう合わせてきてるけど締めです。誰言わなこい。どうしましょう。僕がすごく気になってる。安藤ビール。安藤です。あ、そうなんだ。安藤さんなんですか。安藤だから安藤なんですね。安藤の安藤。夫の名前が安藤です。この間も何年前ぐらいに。安藤さんだから安藤。お店の正式名称は安藤ビールですね。安藤ビールさん。すっごい気になってたんですよ、僕あのよく見かけてるんですけど、あの阿佐ヶ谷と高円寺の間にあるお店でカレーとクラフトビールの奥さんです。一度行きたいと思ってたんで、この機会に会えて光栄です。はい、あのそのうち行きます。これ動画なんですか。ここ動画です。あ、そうなんです。今日も楽しい夜でした。惜しかったです。全然もうすぐですよね。1時もうそう。ごちそうさまです。あ、すみません、土下さん。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。今日お疲れ様でした。はい。ハウル・ザ・フィールドさんとスローパックさんで弾き語りをさせていただきました。どちらもいいお店でした。そして帰りは去年、出演させていただきましたビアエンジンで飲んできました。高円寺いい街です。いやなんだろうな、やっててすげえ伝わった感がありました。まだまだできるなって思いましたよね、弁天さん。ということで弁天さんのとこに今日行っております。あ、弁天さん今日も楽しかったです。ありがとうございます。まだまだ頑張ります。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。
なんだろう。一生懸命頑張れば伝わることがあるなっていうのを思いました。まだまだ頑張ります。またお会いしましょう。とつぼでした。さよなら。